にプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。まずはジャイアンツの先発徳永、東京ドームのマウンドに上がります。2球目打ちました。ここはフライになっています。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んでワンアウト。打ちました、高いバウンド、セカンドが取る、ツーアウトになりました。お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。引っ張った、これはどうだ、ライン際、フェア、フェアです。打ちました、この打球は落ちそうだ、センターが取りました。送りバントで来るかもしれませんね。はい、さあ送ってくるか。送ります、徳永、二塁アウト、一塁はセーフ。打ちました、岡本、アウト。引っ張った、打球はレフトへ、引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、一塁そのまま入ってアウト。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。打ちました、痛烈、ライト方向を流しました。これはどうか。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0対0。引っ張った、ショート取った、アウト、ワンアウト。まあ特には変わらないと思いますね。ピッチャーがこのままいいリズムで投げられるようにリードしてあげるな。ライト方向を流しました。この当たりはどうか、インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、レフト前ヒット、これでマルチヒット。このピンチ見事三振を奪いました。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がったのは桑原。さあ5球目は何か。外のボール打っていった、掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。なのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合も。いい角度で上がった、これは大きい、さよなら。今歓喜のホームイン、なんという劇的な幕切れ、劇的な一発、サヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上で。